Thank you.
休憩前に引き続き会議を開きます。25番鈴木健次郎議員。今日最後の質問者でありますけれども、よろしくお願いいたします。私は個人情報保護条例の改改、物価高騰への対応、固定資産税、木造家屋の不適正是正の3点について市長並びに教育長に伺います。最初に個人情報保護条例の改改についてであります。ご承知のとおり、昨年の5月にデジタル関連法が成立し、コロナ禍の一つ、個人情報保護法が改定されました。現在、この改定法をもとに、来年4月施行に向けた自治体の個人保護条例の改改が進められております。この件について、次の3点について伺います。1つ、この個人情報保護条例の改改に向けた国の動きについて、問題意識の有無を含めてどのようにお考えかお聞きをいたします。2つ、市の個人情報保護審議会への諮問や新たな同条例の議会上程等のスケジュールはどのようになっているでしょうか。3つ、仮に新たな条例策定となる場合、その内容とこれによる市民の個人情報保護はどのようになると考えるでしょうか。以上3点についてお願いいたします。2つ目は物価高騰への対応についてであります。これは6月議会でも取り上げましたが、公共料金等については予定していないという答弁でありましたので、改めて2点伺います。1つは学校給食費の軽減についてであります。これは教育長に伺います。今年7月の臨時議会補正予算で、食材費高騰分の食料費への転換はしないこととなりましたけれども、保護者の所得減の中、依然として重い負担となっております。これは日本政府の円安政策、コロナやウクライナ情勢の変化の影響も重なっておりますが、そもそも恒常的に重い負担となっております。学校給食は教育の一環であり、憲法が定める義務教育は無償の原則に反するものと考えます。無償化を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。2つは家庭ごみ袋の手数料軽減についてであります。これも7月の補正予算で、原材料費の高騰分については料金に転嫁しないこととなりましたけれども、そもそも袋の単価が高く、手数料は日常的に市民生活を圧迫しております。単価そのものと手数料軽減についてどのようにお考えでしょうか。3点目は固定資産税、木造家屋の不適正是正についてであります。この件については今年8月18日の議会全員協議会において、平成3年度から平成12年度までの加護納金対象者のうち、還付対象納税者に対して損害相当額を還付することの議決に基づき返還すると述べ、今後対応するとすることとなったものであります。この点については評価いたしますが、還付対象について平成3年度から5年度分についてはデータがなく、市民が課税台帳を所有している場合は対応するとしております。これについて2点伺います。1つは課税台帳持参の見込み数はどのように見ており、
元課税台帳所有ですね、見込み数はどのように見ており、周知の方法をどのように考えているでしょうか。2つはこれも議会全協議会で課税データはあるが再計算できないと課税できないと説明をしておりますが、具体的根拠は何か説明をいただきたいと思います。以上であります。市長。鈴木健次郎議員のご質問にお答えいたします。個人情報保護条例の改廃について申し上げます。はじめに国の動きについてでありますが、今般の法改正の目的はデジタル社会の進展という状況下において個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出や豊かな国民生活の実現に資するものであるという個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、これまで別個の法令により不整合が生じていた個人情報の取り扱いを統一するものであります。またその執行については法に基づく監督機関として設置される個人情報保護委員会が一元的に監視監督するというものであります。この動きにつきましては、社会のデジタル化が加速している現代において市民生活の向上に必要不可欠なものであると捉えております。今後のスケジュールといたしましては、市情報公開個人情報保護審査会への諮問は10月上旬をめどとしており、その後11月の議会全員協議会に条例案の内容をお示しした後、12月通常会議への上程を予定しております。新たな条例案の内容につきましては、これまでの個人情報保護制度全体を網羅した条例ではなく、法の施行に関して必要な事項のみを定める個人情報保護法施行条例となる予定でありますが、これにより市民の個人情報保護の在り方が変わるものではありません。私からは以上であります。財務部長。私からは固定資産税木造家屋の不適合是正についてお答えいたします。はじめに平成20年建築以前の木造家屋に関しての総務省基準に基づく税額の再算定等につきましては、昨年度は令和2年度から平成29年度までの4年間で実施済みであり、今年度は平成28年度から平成24年度までの5年間分の作業を現在進めております。去る8月18日の議会全員協議会では、平成23年度以前の対応につきまして、昨年市議会から提出された意見書を尊重し、課税データを確認できた平成23年度から平成6年度までを課税データに基づいた再算定を行い、課税データがない平成3年度から平成5年度については再計算に必要な資料を市民が持参した場合には対応する旨ご説明したところであります。平成3年度から平成5年度までの期間について、市民が課税台帳を持参する見込み数等についてでありますが、平成3年度から平成5年度までの3年間で課税台帳の写しを交付した件数の記録は残っておりませんが、直近3年間の課税台帳の閲覧件数は年平均約600件であり、閲覧者のほとんどが写しを希望していることから、平成3年度から平成5年度までの期間も
一定の人数が写しの交付を受けたものと想定されます。しかし現在まで保管し続けて持参する件数がどの程度になるかは見込むことができない状況となっております。周知の方法につきましては広報北上および市のホームページなどで周知してまいります。次に再計算に必要な課税データについてでありますが、税額の再計算には該当年度の資産の所有者ごとに建物別の建築年と評価額および課税床面積、軽減や減免適用の有無と最終的な課税額などが必要となり、各該当年度の課税台帳が必要となります。このことは地方税法第349条で固定資産税の課税標準額について基準年度にかかる付加期日に所在する土地または家屋に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は当該土地または家屋の基準年度にかかる付加期日における価格で土地課税台帳または家屋課税台帳に登録されたものとすると規定されております。したがって再計算にあたっては該当年度ごとの課税台帳によって計算をしなければなりませんが、平成3年度から平成5年度までは課税台帳がないことから再計算ができないものであります。私からは以上であります。生活環境部長。私からは家庭ごみ袋の手数料軽減についてお答えいたします。平成20年から実施しております手数料化の導入目的は、ごみの減量とリサイクルの推進、ごみ処理費用負担の公平化などであり、家庭ごみ処理費用のうち 50% をごみ排出者が負担するという前提のもと、手数料を決定しております。手数料化を契機に、家庭からのごみ排出量が減少し、県内同規模以上の自治体と比較し最小を維持し続けてきたことは手数料化の成果と考えております。手数料の単価につきましては、令和3年11月の議会全員協議会において、令和元年度時点での市民の負担割合が 44.5% であったことをお示しし、現時点での値上げも値下げも行わないことをご説明申し上げたところであります。今後は引き続き、ごみの減量、分別の徹底と資源化を進め、手数料袋の購入枚数を削減することにより、市民の負担軽減を推進していくほか、ごみ処理費用と市民の負担割合の現状を公表し、市民理解の促進に努めてまいります。私からは以上であります。教育長。私からは学校給食費の軽減についてお答えいたします。学校給食の目的は児童生徒に栄養のバランスの取れた食事を提供することにより心身の健全育成を促し、食に関する正しい理解と適切な判断力を養うことにあります。経費の負担については、学校給食法第11条により、学校給食に必要な施設設備に要する経費や学校給食の運営に要する経費は学校設置者の負担とされ、またそれ以外の食材料費については
児童生徒の保護者の負担とされております。安全安心な食材を使用し、バランスの取れた多様な献立を実施するため、食材料費の額は年間約3億7000万円となっており、これは学用品費と同様に個人が消費するものと捉え、無償化は考えておりません。なお、経済的支援を必要とする児童生徒の学校給食費につきましては、生活保護費や就学援助費で全額支給しており、今後もこの対応を継続してまいります。以上であります。本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめこれを延長いたします。議長、鈴木健次郎議員。それぞれ、答弁いただきましたけれども、再質問をいたします。答弁いただいた順番に再質問をいたします。まず個人情報保護条例の改廃についてであります。問題点は述べられなかったようでありますけれども、私はこのデジタル関連法、これは昨年の5月に、改正されまして、その改正の中身にこの個人保護条例、自治体が示す個人条例、保護条例が入っているということで、今回問題点として出したわけであります。で、この自治体が決めているものでありますけれども、市長はですね、個人情報保護施行法施行条例となる予定であるので、市民の個人情報保護の在り方が変わるものではないと答弁しておりますけれども、私は問題意識としては、まずプライバシーの侵害、この問題が出てくると、それから地方自治の侵害、それから国民生活への影響、そして、官民癒着、これはですね、結局自治体が保有する個人情報保護条例、これを一部加工して企業に提供するという、この改定法で規定されているわけですので、この官民癒着も私は相当危惧される点ではないかなというふうに思うものであります。それで午前中にですね、平野明則議員がこれは保護条例とは違うんですけども、システムの移行、これが標準化、一元化されるという話がありました。まずお聞きしたいのは、個人情報保護条例も私は統一化、一元化されるということの認識を持っておりますけれども、これはどういうふうになるのかですね、一元化されないのか、統一化されないのかということであります、あるいはされるのかということであります。企画部長。はい、お答えいたします。これまで地方自治体が持っていた個人保護条例、各自治体が持っていた条例、それと民間事業者に対して規定していた個人、国の個人情報保護法、あとは独立行政法人に対する独立行政法人等の保護法、あとは国の行政機関に対する 行政機関の保護法、これらすべてが一つの思いになるというふうに認識しております。鈴木健次郎議員。ちょっと分かりにくいんですが、実はですね、昨年の政府の答えですね、で今回の改定法、いわゆるデジタル関連法の中の個人情報保護法、これを改定したわけです。この改定によって自治体が規定している個人情報保護条例、これをリセットすると答えています。
多分部長もこの言葉は聞いておられると思いますけれども、このリセットするということはどういう意味でしょうか。企画部長。はい、これまでの当時の個人保護条例、条例にあったほとんどの規定についてはなくなり、施行条例においては本当に必要最低限の手数料とかその他の規定だけになるということで、今までの情報の条例の規定はなくなります。鈴木健次郎議員。このリセットの内容はですね、政府は次のような言葉で置き換えています。まずオープンデータ化ですね。この個人情報保護条例をオープンですから、公表する、ね、公表して、そして公表ですから広く多分国民あるいは事業者にもこれは行くんでしょうけれども、このオープンデータ化というのは中身をよく見ますと、匿名加工をして公表しますよ。この匿名加工は自治体がやるんですよね。ですから市民のさまざまな個人情報があります。税制から福祉、介護、子育て、教育、いろんな分野に個人情報があります。これを、匿名、私は鈴木健次郎ですが、鈴木健次郎という名前ではなくて、あるいは記号で、ね、ABC かなんかで登録される可能性は、ね、匿名ですからそういう状況がある。で、市長答弁では効果的な活用を図るということを市長は答弁しておりますけれども、で、この名称が統一されて、さっき答弁がありました個人情報保護法施行条例となるわけです。今までは北上市個人情報保護条例でしたが、この保護法というのが入る。だから改定法における北上市の個人情報保護条例ですよ。ですから違うんです、内容が。私はそういうふうに理解をしております。何ら変わらないどころか、国が、ね、所管する、監督する、あるいは監視する、そうした保護のもとに北上市の私たちの個人情報が統一化されるということでしょ。そうなりますと、それが今度公表されますから、手続きはありますけれども、民間事業者にも匿名加工された私の個人情報が行く可能性があるということですよね。ただ匿名加工してもどうやら分かる仕組みがあるらしくて、私は細かくは分かりませんけれども、ここにプライバシーの侵害される危険性があると、これ専門家が指摘をしているわけでありますので、ですから何ら変わらないということではなくて、これまでの状況と私は相当変わってくると。それが今度ね、12月の議会にその案を、条例案を上呈するということですよね。さっきのスケジュール見ますと、ということで、そういう流れ的なことは私が話したことで、よろしいんでしょうか。確認したいと思います。企画部長。はい、流れが今言ったことでよろしいかというお話でありますが、匿名加工情報だとかそういうものが規定され、そしてそれが、応募が、必要だといったところの民間に流れていくというような法の仕組み運用というのはその通りだと認識しております。ただ、匿名加工情報につきましては義務化されるのは当面、市町村政令、都道府県政令指定都市ということで、市では特に規定しない限りは当面の運用はないというふうに想定しております。鈴木健次郎議員。
企業が利用しようとすればできるということですよね。で、こういう場合も大きな企業がそういう情報を入手しやすくなると。だからそういう、私よく言うんですが、大企業に有利なような法改定ではないかと。さらなる利益をね、国民の個人情報を集積をしてそれを活用していく、いろんな商売営業にね、多分やっていくんだろうと。それに政府が手を貸すということが今回の改定法の私は真相ではないかなと、思っておりますけれども、じゃあ歯止めをかけれないのかどうかということですが、企画部長、歯止めは何か地方でかける何かありますか。今の流れをストップさせるような何か作れるかどうか。企画部長。はい、そもそもは確かに議員おっしゃる通り、今回の改定はもう国が明らかに言っている社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立ということで、データを使うということで、確かに議員おっしゃる通りそれがもう前提条件になっているというのは明らかではあります。そういう中で匿名加工情報というものがなる。ただその加工の仕方も、まだ実際になってないわけで、例えば名前を削除するとか、住所の場合は〇〇県××市と置き換えて出すとか、いろんな、この例というのは、世の中で示されていたりするところでありますけれども、そういうふうにしてとにかくある特定の個人を特定できないような形で提供するというふうになっておりますし、またそれ一方で一つそのデータもらって、もう一方でもう一つ違うデータもらって、これくっつけて合わせ技で分かるみたいなことにもならないようにというようなこともちゃんと規定になっておりますので、仕組みとしてはそこは配慮されているというふうに認識しておりますし、市としてこれを止める何かができるかと言われますと、市では匿名加工情報について出すか出さないかは、これは市町村の市が持っているデータに対しての匿名加工情報を出すか出さないかはこれからの話ですし、あとは今言われているのは都道府県であったり政令指定都市は、それはそれらの機関が持っているものに対して匿名加工情報として個人ファイルに載せ募集をかけるということですから、それに対して市町村が何か歯止めをかけるというものではないというふうに認識しております。鈴木健次郎議員。前もね、私この件については取り上げました。それで部長が言われる通り、今度の名称は北上市個人情報保護法施行条例、もうこう名称も決まってるんです、これ以外の名前はちょっと使えないというふうに私も思います。それで政令都市等のあれが出ましたけれども、自治体には裁量権があります。法律の中身をね見ますと、ですからさっきの流れを自治体がねどこかで止めることは可能だということでお聞きしますけれども、一つはこの個人情報ファイル、さっき言ったデータ、オープンデータですね、これを閉じたというか一つものにしたのがファイルというんですが、これを選定する場合、自治体の適切な判断が入れるんですね。ですから自治体の判断でどういうその加工をするかということができると私は解釈しています。ここが私は大事な点かな。で、政令都市以外一般市町村、北上市のような場合はこの規定の中でできる規定になっています。ですからやらなくてもいい規定にもなるわけです。ですから私は自治体行政がね、市民の個人情報保護法をいくら匿名加工しても、私は安易にね提供すべきじゃないという立場なんですよ。ですから今後この歯止めができるきちんと規定もありますので、そういうところも当然お分かりだと思いますけれども、そういうところを配慮しながら考慮しながら
やっぱり市民のね、北上市は市民の個人情報を守るんだと、どういう場合でも守るんだ、しかもこれできるんです、いくら法律が、ね、変えられてもできますので、そういう立場で私は今後条例案を作られると思いますので、市長にお聞きしますが、そういう立場でぜひ今後のね、この条例についてはお考えいただきたいと思いますが、市長の考えをお聞きします。市長、オープンデータについては我々も政策作りについては大変有用なデータになります。でオープンデータになった時点で個人情報ではない、ということはそういう、感覚はありますので、個人情報はこれは当然外に出してはいけませんけれども、オープンデータになった時点では個人情報ではないという認識をしておりますので、ご了承いただきたいと思います。鈴木健次郎議員。オープンデータ化すれば個人情報じゃないというのは私はちょっと意外な答弁でしたけれども、結局個人情報のそれをベースにして結局匿名加工する、加工するわけでしょ。元は個人情報ですよね。いろんなのがあります、個人情報には。性別とか生年月日とかそんなだけじゃない。いろんなものがあります。うん、ですが、例えばさっき言ったように匿名加工すれば、できない、なんだ、個人情報ではないという根拠は、市長じゃ何だと考えますか。市長。はい、個人を特定する情報が入っていないということになります。鈴木健次郎議員。市長の認識は分かりましたが、そこはちょっと私と見解が違いますので、また条例上程の時にまたいろいろお話をしたいというふうに思います。それから固定資産税の木造家屋の不適合税制についてであります。財政部長を答えていただきましたけれども、私が言いたいのは、平成6年度までは還付するというね、これは相当大きな前進だと私は捉えております。ただ、平成5年と3年までのね、この間、6年に評価外やっておりますので、その前ですから、合併してこの3年ですね、ですから旧和賀町、旧いずり子村は国基準でやっております。ですから、旧北上市のが、ね、そこの当時、建物を建てた、ね、所有していた方が、個人台帳を持っていられるわけです。私、前にも部長にお示ししましたけれども、これ、私の、名称は、木造家屋部分別評点調査票、課税台帳とちゃんと名前書いてあります。ですから、部長が言うのは、これを持ってくれば返しますよという話ですよね。そうではないんですか。じゃあ分かりました。じゃあこれをもとにして、そして工事ゲームをずっと取り上げてきたんですけども、木造家屋経年減点補正率基準表で、私の例で言いますと、ここにですね、再建築費評点と書いています。これがあれば、この区分表によって再建築ね、減点数が出てきますから、これを掛け算すれば課税額が出てくるということですよね。前これは部長が答えておられます。ですから台帳がちゃんと市には保管されております。それからこの評点表もあります。したがって
わざわざ市民が持参しなくてもなぜできないのかということになるわけです。旧北上、ね、市民の住居に関してはあるでしょということになりますので、だから私は見込み数はいくらですかということでお聞きしたわけです。だから見込めるわけです。で、部長は私たちの総務常任会での勉強会でも推計できますと答えてますよ。去年の5月にやった総務常任会での勉強会で推計は可能ですと。ですから推計できるわけですから計算できるわけです。再計算、なぜ今回こういうふうな状況の説明になったんですか。8月18日の全教ですよね。ですからこの平成3年から平成5年までのは返せるでしょ。これまでもずっと平成23年以前はデータがないとか平成12年もないとかずっと部長は言われてきましたが、結局は計算できる状況になって平成6年までは返すということになったわけですから、それを見ましても私はできるというふうに思いますので、部長お答えください。財務部長。はい、お答えいたします。先ほど答弁した部分になるんですが、まずですね、今回の固定資産税の税額を再計算するということになりますので、これについては地方税法上の取り扱いできちっとやらなければならないということで、先ほど申し上げましたとおり、各年度の課税台帳に搭載されている課税標準額を元にして再計算をすることが求められます。で、その課税台帳がないということで、それが再計算できないということになります。で、議員はですね、先ほど手元に持っていらっしゃったのは、それは新築時の評価の時の計算のもの、それは残っておりますし、それから私が以前過去にさかのぼった部分のその建物の部分での推計はできるわけです。ただし推計を してそれで、これを変更するという取り扱いはすることができません。で、それは各該当年度ごとの先ほどの答弁で申し上げましたけれども、建物別での例えば軽減とか減免適用とかもあります。実際の評価額、そういったものをきちんと元にしたところで再計算するということが求められておりますので、なので、推計自体はできるかもしれませんけれども、それ以外の建物それと合わせて最終的な課税額がどうだったのかという課税台帳に残っているものを持って計算しなさいということになっているのでできないということになります。ちなみにですね、この取り扱いはどこの市町村でも地方税法上に基づいて補填金なり返還金の要項を定めておりますので、課税台帳で確認できる、あるいは市民が持ってきた課税台帳によりという形で必ずそれは取り扱われているところでありますので、北上市においてもそういう状況で、令和3年度から令和5年度までについてはそういう状況だというところであります。鈴木健次郎議員。はい。財務部長。すいません、先ほど年号を令和と申し上げたようで、平成3年度から平成5年度ということで訂正いたします。鈴木健次郎議員。最初の答弁の課税台帳の閲覧件数。年平均600件とあります。これはどういう根拠に基づく数値ですか。財務部長。はい、これについてはですね、資産税課の方で1年通して、閲覧の件数を、カウントしております。一番大きいのはですね、4月5月の縦覧期間、そこは、本人確認等ができればそこは無料でですね、確認していただくことが可能な期間で、そこの期間が多いわけですけれども、あとはですね、その期間過ぎると有料になりますけれども、
従来期間を過ぎても課税台帳の確認をする方もいらっしゃいます。それでおおむね年間600件ほどがここ3年ほど続いているという状況を確認したものでございます。以上です。鈴木健次郎議員。閲覧者のほとんどが写しを希望しているということですよね。しかし平成3年度から平成5年までの期間も一定の人数が写しの交付を受けたものと想定されますということですよね。ですからこれは一定の周知をしていけばこの数は上がっていくだろうと、私は600人どころじゃないだろうというふうに思います。ですから持ってきた人には還付するということではなくて、やっぱりきちんと対象者に周知をして、そしてこの課税台帳の閲覧もできますよというような、そういうね丁寧な取り組みがあってしかるべきではないですか。これまでずっと還付すると言ってきたからにはね、やっぱりそこまでやっていくと、合併後の状況でやっぱり合付化してきたということは事実なわけですから、そこまでやる状況はどうですか。財務部長。はい、まず平成3年度から5年度までのですね、閲覧件数というのは記録を取っておりませんので全く件数は分からないところでありますけれども、直近3年間で平均600件ほど年あったということからすると、おそらくですね、今回のその固定資産税に関する問題の部分がある程度提起されている期間とも重なっておりますので、件数はもしかしたらば通常の前の期間よりは多かった可能性もありますが、一定の件数はあったものと捉えております。それで先ほど答弁で申し上げましたとおり、これについてはですね、持っておいてくださいというふうな形でこちらで言ってるものではなくて、個人がその閲覧の時に、有料になったわけですけれども、コピー代払って個人で持って帰った方という方がどの程度保持されているかは分かりませんけれども、その部分があれば対応するということは、これは当然周知しなければなりませんので、この部分についてはですね、平成、23年度以前の部分の取り扱い、そこについてを確定させてから、そこについてはきちんと周知を徹底してまいりたいというふうに考えております。以上です。鈴木健次郎議員。はい、じゃあ周知をするということですから、その状況をまた見定めていきたいというふうに思います。物価高騰の件で教育長にお聞きをいたします。学校給食費の無償化、これは前から議会でも取り上げられまして、なかなか前に進んでない状況ですけれども、私は教育的な観点でやっぱり配慮すべきだというふうに思っております。冒頭に申し上げましたけれども、教育費は特に義務教育の中では教育費は無償とするとあるわけです。でこの無償とするの中に学校給食は入ってるんですか入ってないんですかと考えますか。教育長。義務教育の中というのはやっぱり授業料ですか、そういったものはもちろん無償ということになるわけで、給食費、先ほど言いましたとおり、学校給食法の中ではですね、食材料費につきましては、無償という形にはなっておりません。鈴木健次郎議員。学校給食法はそうですよ、協議長が言われたとおりですが、憲法で義務教育は、無償とするとなってるんです。これにね、学校給食費が入ってるんです。実はですね、ずっと遡りますが、1951年、戦後間もない状況ですが、政府答弁でこれきちんと明確に言っております。でこの政府答弁が今でも生きてるんで、当然憲
憲法制定後ですから、もう75、6年経ってますけれども、で当時のですね、1951年の国会でね、当時の文部大臣が、ちょっと名前はあれですけれども、文部大臣が言明をしております。で、この無償化の中には給食費が入っていて、で、早期に無償化を実現しますとも答えています。ですから、まあ、国のね、これは中身のあれですけれども、ただ、現在の政権は、なかなか自治体でやるべきものだということで逃げております。ですから、医療費の問題とか、さまざま似たような状況ありますけれども、学校給食費、しかも今ね、物価高騰、それから、まあ、食材が特に上がっている、で食材上がっている原因は、先ほど安徳議員の答弁で商工部長答えましたけれども、結局、輸入食材、円安で輸入食材が上がっているというのが大きいと思うんですよね。7月のだからそこは補正、補助をしたということは言うわけですけれども、そもそもやっぱり私は無償化の言っているこの憲法にやっぱり沿ったやり方を考えるべきじゃないですかということです。それでですね、青森市でこの10月から完全無償化します、青森市で。多分ご存知だと思いますけれども、これは自腹を切るんじゃなくて、ずっと北上市も使ってきた地方創生臨時交付金、これ使うんです。で、これは1年ぽっきりですから、それは毎年使うんです。そして無償化を やろうと、もう決定したんです。うん、10月からやりますよと。だからこういう方法も取れるでしょと。でこれは栄養のバランスとかそういう問題も当然ありますけれども、それだけではなくて基本的な人権の問題としてやっぱり私は取り組んでいくべき。そして等しくやっぱり子どもたちがね、栄養摂取できる、そして貧困も救済していくと意味合いがあるわけですよ。教育的な意味合いが十分あるわけですよね。ですから教育委員会としてはそういう側面でぜひ考えていただきたいということです。もう一度協議長のお答えをお願いします。教育長。先ほどの、かつて その給食費無償化という話出ておりましたけれども、現時点ではですね、やはり給食費、食材料費ですか、これについては、もちろん個人負担ということで考えは変わらないわけで、全国的に見てもですね、今無償化非常に進んでいる、これはもう私も知っております。で、ただ今後ですね、考えられるとすれば、7月 の臨時会議の際も確認しました通り、高騰分の食材費等につきましては、その臨時交付金等で対応して、なんとかですね、値上げをしないと、あるいは給食の質を下げないようにはしたいということでお話ししておりますし、今後につきましても、もしですね、この高騰が続くようであってもですね、そういった給食値上げ、あるいは食材費は質を落とさないような、工夫はですね、ぜひ公費等を考えながらしていきたいと。ただ現時点ではですね、だからといって無償化に直接まだ結びつけるだけの判断できておりませんので、いずれにしても今後の情勢も見極めながら、財源も見極めながら考えてはいきたいかなとは思っております。鈴木健次郎議員。一気には無償化ね、なかなか 財政の問題もあります。3億7千万かかるわけですから、それは当然私も分かりますので、段階的にね、例えば計画的に無償化を図っていくということは、十分私は財政的に、この間、決算で財務部長は財政的に余裕あると話してもおりますので、北上市は余裕あるって答えてる。ですから、そういうの、子育てですよ、これは、教育ですよ。強いて言えば社会人としての人材育成ね、北上市を将来背負っていく人材の
そこにやっぱり投資してやっていくということは何にもね、マイナスになる、プラスしかない。だからそこを教育的な、ね、配慮で私は考えていくべきだというふうに思います。ゴミ問題に移ります。まあ、これもあまり考えがないということのようでありますが、そこで生活環境部長お聞きします。去年策定したゴミ基本計画、そして、まあ、この間ね、議会でも何人かの方が質問しております。そこで具体的に聞きます。40リットルのゴミ袋、これはまあ燃えるゴミ、燃えないゴミありますが、ここの単価を見ると袋の価格が63円ですよね。そして手数料が63円、まあ、部長が言われた 50% 半分は負担してもらう。で、合わせて126円です。で、40リッターの袋が126円、違いますか。あ、これね、処理かな、処理量かな。あ、ちょっとじゃあこの数字でいいかどうか確かめます。じゃ部長、違ってんだれば、答弁お願いします。生活環境部長。40リッター袋が、1枚63円というのはその通りでございますけれど、処理費が今 の実質処理費がその倍というふうな言い方についてはちょっと考え方のところでちょっと齟齬があるように思われますので違うということでございます。手数料は今言った通り40リッター、63円でございます。鈴木健次郎議員。だ、袋の値段と手数料をプラスするんでしょ。で、126円って基本計画にありますよ。生活環境部長。はい、袋の、お答えいたします。袋の値段そのものが手数料の額ということでございます。鈴木健次郎議員。はい、じゃあそこは分かりましたが、基本計画では合わせて126円と書いてあります。基本計画にはね。じゃあ私の見方が間違っていたかもしれませんが、で、問題はこの手数料化しているのは県内では北上市だけですよね。で、この手数料を子育て教育などに有効に活用していると書いております。このゴミの手数料を子育てとか教育に活用するということ自体をどういうふうにお考えですか。生活環境部長。はい、お答えいたします。ただいまの、お話は、昨年発行した北上市政策レポートの中に、ごみ処理費用はどうなったというところに記載している内容のことをちょっとおっしゃっているのかなと思いますけれども、このごみ処理費用によって、財源が確保された部分を市の独自施策、例えば子育てや教育環境などの施策にも活用しているのだという内容の趣旨の記載でございます。以上です。鈴木健次郎議員。ですね、確かにそう書いてあるんですよ。子育て教育などに有効に活用します、書いています。これ他のね、自治体の方が見たらどう思うんですかと。ゴミの手数料を教育費に回していると、これ一般財源化しているからですよ。結局はね、何に使われているかわからない、これ平成20年にゴミの有料化が導入されるとき散々議論したんです。そのね、人について
ですからここはね、私は再考必要、考え方を変える必要があると思っております。それからもう一つで、他の自治体では手数料は取っておりません。まあ、袋代は有料にね、いくらかなってますが、北上ほど高くないです。でどういうふうに説明しているかといいますと、126円全部を税金で行う場合、これも126円と書いてあるんですよ。行う場合、排出者、これ市民ですね、排出者にごみ減量や分別の意識が働きにくくなる。ごみ処理量および処理費用の減少につながりません。結局はお金でごみ減量を図る、そして意識行為を図っているという、私はそういう読み方をしております。でそういうことで、だからなかなか市民のね、ごみに関する啓発はしてますけれども、高まらない。分別がなおさらもうある部分ではもうめちゃめちゃになっています。硬質プラスチックが燃えるごみに出した、あれ平成28年でしたかね、あれ以来私も地域でまあごみ当番するときあるんですが、もうプラダのペットボトルだの燃えるごみにもどんどん入っています。それを平気で回収者は持っていきます。ですからこういう状況で処理量を導入したから、手数料を導入したから減るという、確かに平成20年から21年、次の年はねガーンと減りましたが、もうずっと言うようにリバウンドして、今はもう高値安定ではないかなというふうに思います。で部長にお聞きしたいのは、この意識を高めるのは住民との共同取り組みですよ。これは東京の町田市、私たち議会で3年か4年くらい前になるんですが、徹底して住民との共同の取り組みで徹底した分別をして、燃えるごみを減らしている、家庭ごみで事業所のごみも減らしている。だからね、取り組みなしに減量は私はできないというふうに思ってもいいんではないかな。お金で有料化にして減らせるっていう考え方も、これはもう変えていかないとダメじゃないですか、限界に来てるんじゃないですかと言いたいんです。これについてどうですか。生活環境部長。はい、はい、お答えいたします。議員のおっしゃる通り、ゴミの減量は市民との共同、それがとても大事であると思っております。これからもさまざまな場面で、まあ、ゴミの現状や、分別の徹底、リサイクルの推進などについて皆さんに周知しながら共に取り組んでいきたいと考えてございます。以上です。じゃあそのほど徹底強化することを望んで質問を終わります。25番鈴木健次郎議員の質問を終結いたします。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は明日14日午前10時に開きます。本日はこれをもって散会いたします。